息子さんは急性リンパ性白血病です。私あの子に捨てられたんです。ワックンのママ亡くなっちゃった。息子さんは今誰よりもあなたを必要としてる。ワックンが悪い子だからママいなくなっちゃったんでしょ。父さんワックンのそばにいる。二人なら怖くも寂しくもないはずだ。息子は私が一人で育てます。離婚することになりましたので手続きお願いします。仕事仕事で奥さんに愛想つかされたか。まあそんなとこです。たまに会いに行ってやれよ。顔忘れられちまうぞ。ワックンって言ったな。まだ小学校上がったばかりだろ。息子は私が育てます。お前が引き取るのか。ええ。おい問題ありません。仕事には決して支障が出ないようにします。何か。いやつい思い出してな。お前の親父さんも取材がありますんで失礼します。息子に関する情報を簡潔にまとめました。3歳6ヶ月で行った尿検査に異常はありません。1歳2ヶ月で突発性発疹にかかり、3歳で手足口病、4歳で水疱瘡のワクチンを注射したにもかかわらずかかってしまいました。小学校の健康診断では特に問題ありません。これは、ご丁寧に。今後は毎日病院に伺います。息子のことでご不明な点がございましたらいつでも声をかけてください。あ、沢本さん。いや、さすが敏腕記者、息子の情報開示も抜かりなし。これだけ細かい方ですと先が思いやられますね。まあ父親1年生温かく見守りましょう。これから私がお父様のお悩み相談係になりますのでどうぞよろしくお願いします。お悩み相談係ですか。はい。お仕事中に病院でワク君がどう過ごしてるのかご心配でしょうから私が様子をお知らせしますね。あ、お父様の方でももし先生に直接聞きにくいことやお子様の接し方などでお悩みになることがありましたらぜひお気軽に声をかけてください。私は6年間ワクの父親をやってます。なのでご心配に及びません。失礼します。パパ。ワク、着替えと勉強道具持ってきたぞ。朝ごはん食べたか。うん、食べた。歯磨きしたか。うん、した。大事なもの時計します。名刺
広報担当は初めてなので。ピカピカの革靴。手帳とペン。ナナミちゃん、ほら見て。ん？あー、ほんとだ、すごい。すごいでしょ。うん。特だね。へー。スクープ。えらい盾。高見、はい、どうして名前出して記事を書くと思う？これがお前の見つけた真実か？妥協するな。署名記事は記者の送りだ。はい。携帯。はい、沢本。話が長い、一行で言え。携帯。はい、沢本。ネタ取れるまでしらみつぶしに当たれ。あ、沢本。携帯。見出しはなんだ。結論から言え。あ、沢本。今日の晩ご飯は？どうした？わっくんの晩ご飯は鮭だったよ。パパは？納豆巻きだ。お味噌汁はしじみだったよ。パパは？ワク、そろそろ消灯の時間じゃないか。パパ、明日も来る？うん、朝になったらな。おやすみなさい。おやすみ。すごいね、マリちゃん。人参食べられたの？うん。えらいね。パンロケット。ほら、太陽くん。食べ物で遊ばない。はい。はい。わっくん、もうお腹いっぱいかな。いつもは学校に行く時間でしょ。うん。でもわっくん入院でしょ。うん。そうだ、わっくん、いいこと思いついた。先生、準備できました。うん、オッケー。丸山先生、どうした？ちょっと質問よろしいですか？分かんないことがあったら何でも聞いていいぞ。何歳ですか？うん？45歳です。男ですか？男です。結婚してますか？結婚してました。彼女はいますか？彼女は募集中です。若くておっぱいの大きな子がいいです。すいません。なるほど。貴重なお時間ありがとうございました。どういたしまして。何があったの？お友達に会えないことを気にしていたので、お手紙を書いたらって勧めたら。ああ、しちゃったんですかね、キャップ。最近ますますエンジンかかっちゃって。嫁さんに逃げられたんだと。え？6歳の息子を一人で育ててるらしい。本当ですか？キャップ、年末の練馬区中3少女刺殺事件、16歳の少年が逮捕されました。少年の情報は？今のところ被害者の少女との接点は浮かび上がっていません。また通り魔か。
事件の詳細、直近の担当誰だ？小島です。小島、今朝自宅で自殺を図った。キャップ、どうします？福島、一箇所当たれ。はい。川上、はい、お前は安住班長マークしろ。はい。前田、お前は被害者周辺の取材。はい。谷さんは追加情報のフォローだろう。少年の身辺は俺が一から当たる。キャップ自らがやるような仕事じゃ。時間を無駄にするな。急げ。はい。新聞の沢本と申します。健さんにお会いしたいのですが。どうぞお引き取りください。ワク君の。この番組はおはようからお休みまで暮らしに夢を広げるライオン。先生はただ話を聞いてくれたの。トヨタとワク君も頑張る。声をかけてご覧のスポンサーの提供でお送りします。父親しかできないことがもっとたくさんあるのかもしれません。君たち東高のセットだよね。はい。沢新聞の記者の者だけど、 1B の岡村君知ってる子いるかな。都内の進学塾、予備校全部調べてくれ。お二人がお付き合いをしているという噂は本当ですか？誰に聞いたのそれ？黒木先生、まさかそういうこと言ってるんですか？いや違う、俺じゃないです。最低。17時間ありがとうございました。わくん、秘密を教えてやろうか？ぜひお聞かせください。うちのママ今度赤ちゃん産むんだ。太陽お兄ちゃんになるんだよ。人間の赤ちゃん、どこから生まれてくるか、お前知ってるか？へそ。赤ちゃんとお母さんはへそでつながってるんだ。お腹が張りしそうに大きくなったら、へそからバーンって飛び出してくるんだ。誰にも言っちゃダメだぞ。もう一つ秘密を教えてやろっか。新聞に書くなよ。こら萌えちゃん、病棟に入っちゃダメだって言ったでしょ。はい。お母さん探してたよ、行こう。お座りください。今日お呼び立てしたのは明日からの治療のお話です。はい。明日からワク君は抗がん剤を使った化学療法に入ります。まあご存知かとは思いますが、抗がん剤はがん細胞だけではなく正常な細胞も殺してしまいます。かなりきつい治療になります。髪が抜け始めて嘔吐や下痢を起こしたり、食事が取れない日も出てきます。細菌を殺す細胞がなくなり、ちょっとした感染症でも命に関わってくることがあります。どうぞワク君の支えになってあげてください。お父さんにしかできないことがきっ
っとたくさんあるはずですから。あとネズミみたい。ワク君、病院にもすっかり慣れたみたいで食欲旺盛です。朝ごはんもお昼もきちんと食べました。あ、グリーンピースは残しちゃいましたけど、同室の太陽君ともすっかり仲良し。あいつはよく笑うんですね。失礼します。ワク、明日からな、少し辛い治療になる。先生が言ってただろう、その人間の血液の中には白血球って細胞があって、その白血球が、ななみちゃんからも聞いたよ、お薬がワク君の体の中に入って悪さをする細胞をやっつけてくれるんだって。うん、辛いのはお薬が一生懸命戦ってくれてるからなんだよ。だからワク君も頑張る。頑張れるか。パパ。うん？おやすみ。午前中には伺えそうにありません。夜には伺えると思います。何かあったら携帯にお願いします。よろしくお願いします。出てきやしねえよ。あ、メルシーパフェ。あ、ボン、ne vous inquiétez pas, faites-nous confiance. Je vous prie de faire un projet parfait. Jusqu'à lundi. On se revoit. Au revoir. Au revoir. Senpai. Ah.ジョセフィーヌ・ベンデル。うん、女優から画家に転身した今注目のアーティストなの。すごいでしょ。秋の展覧会で日本初上陸を狙って交渉中なんだけど、うん、でも気難しい人でね、なんかアタックしてもなかなかオッケーしてくれないの。よかった、前の香織先輩が戻ってきて元気になったのはもしかして新しい彼のおかげだったりして。新しい彼？東京美大の雪村教授、噂になってますよ先生には昔東京美大の企画展でお世話になったことがあるの。尊敬する先生、それだけよ。ただ先生は、天宮さん、雪村先生。どうも。どうもご無沙汰しております。よかったら
息子さんと一緒に行きません？企画展であなたにお世話になったのはもうかなり前のことかな。ええ、あの子が生まれる前のことですから。あの時の作家、あのエリック・ライアン、先月ニースで会いましてね。覚えてません？ほら、あの例のこれの人。あワインでもご馳走してくれるのかと思ったらもう3時間延々とこれですよ。もう参りましたよあ、そうそう、私もそうでした。絵を出品してもらう交渉に行ったのに毎回趣味の卓球の相手をさせられて、うん、僕に勝てるようになったらまたおいでの繰り返しで。ひどいよねそれでも私、彼の描く青がずっと好きで、学生時代は彼の絵を見るためだけにアルバイトをしてお金を貯めて、4回目に会いに行った時、彼からやっと1ゲーム取ることができたんですねそしたら交渉成立、負けたよってあの企画展で彼の絵を夢中で見てる学生さんたちの顔を見てたら、私本当に嬉しくて嬉しくて。先生はただ話を聞いてくれたの。私ね、その時初めて気がついたの。誰かと笑っておしゃべりすることなんてもう何年もしてなかったなって。本当にそれだけ？誰かに頼るだけの人生じゃ今までと何にも変わらないでしょ。安心して良さそうですね、うん、だって先輩は今本当にやりたかったことをやってるんでしょ。うん、そうね、今が一番幸せ。辛いね。気持ち悪いのは我慢しなくていいからね。わっくん、お父さんだよ。声をかけてあげてください。わっくん、大丈夫だからな。ワク、大丈夫だから。ワク、大丈夫だからな。さっきはびっくりしちゃったね。でもちょっと楽になったでしょ。先生が気持ち悪いのを楽にしてくれるお薬足してくれたからね。そのお薬がちゃんと効いてる証拠だよ。パパ。ん？わっくんも髪の毛抜けちゃうの？
全部抜けちゃうの？うん、そうだね。丸山先生も言ってたでしょ、病気と戦う大事な治療が終わったら必ずまた生えてくるって。赤ちゃんみたいなふわふわな綺麗な髪の毛が生えてきたって教えてくれた子もいるんだよ。本当？うん。さあ今日はもう寝ようか。お仕事なんですよね、あとは私か。父さん、仕事に行ってくる。沢本さん、はい、ここしわ寄ってます。子供って親の気持ちにすごく敏感なんですよ。だから笑ってあげてください。そしたらきっとワク君にも笑顔が戻ります。タラシはとっくに帰ったぞ。すいません、無駄足だ。父親ホテル取ったらしい。自分の仕事に戻ってもいいか。ええ。もしかして家庭の事情ってやつか。そんなもんならみんな抱えてる。徹夜が続いていたもので大したことありません。練馬区の事件は少し手こずってますが、必ず挽回してみせます。はい、お待ち。まあ食えよ。俺は結構です。こんなこといつまで続けられる。父親業と両立できるような仕事か。意義あってないで。子供のことは奥さんに任せたらどうだ。お前が息子を一人で育てると聞いた時、親父さんのことが頭に浮かんだよ。どうしても重ねちまった。早くに奥さん亡くして傾きかけた工場、必死で回しながらたった一人でお前を育てて。首吊って死んだ人間のこと美談にしないでもらえますか。奥田さん。ん？俺ラーメン食ったことないんですよ。10歳の時から一度も。
しかったか。うん。そうか。父さんも飲む。飲むんだ。そうか。あの時二つ決めたんです。一生ラーメンは食わない。あの人みたいに負け犬には絶対ならない。俺はあの人とは違います。投げ出すつもりはありません。子供も仕事も。質問よろしいですか。どうしてこんなことになったのか理由をお聞かせください。読んでただけだもん。証拠は？ちょっと引っ張ったけど。責任はどう取るおつもりですか。責任？身体は？身体って何？身体は身体って何？ルルルル。あ、電話だ。ちょっと失礼。はい、もしもし。はい、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 はい。話が長い。もっと授業で言え。バカ野郎！ネタ取ってくるまで帰ってくんな！分かった分かった。俺は信じるよ。よしよし、はい。あとは敏腕記者同士、どうぞごゆっくり。
ねえパパ来て、葵ちゃんとクラスのみんなに読んでもらうのを。署名記事署名記事は記者の誇りだ。でもワク、記者のくせに身体の意味も分かんないのか。ネタ取ってくるまで帰るな。父さんそんなひどいこと言えないよ。言ってたよ。言わない。いや言ってた。言わないよ。言ってたよ。言わないよ。いや言ってた。なんだかパパ変な顔。怖いですよね、子供って。この仕事してるとね、毎日ヒヤヒヤもんですよ。どこを見られてるか分かったもんじゃない。子は親を見て育つって、大人が子供を見る以上によく大人のことを見てる。最近載ってないよ。父さんもそう毎日特ダネが取れるわけじゃない。よし寝なさい。パパ、パパ、たまにはズルしていいよ。ん？たまには特別に病院来なくてもいいよ。ななみちゃんがいるし、わっくん平気だよ。そしたらパパの名前いっぱい載るでしょ。そうか。おやすみなさい。はい。キャップ、読み通りでした。少年と被害者の少女、進学塾の夏期講習で1週間顔を合わせてました。これで計画的犯行の線出てきましたよ。そうか。うちだけの特ダネです。達志のやつら悔しがりますよ。早速一課長にぶつけて裏取ってきます。頼む。
どうした？俺はいつだってプライドを持って仕事をしてきました。記者の取材には際限がない。だったら際限抜けろって一切の妥協せずに仕事をしてきました。ああ、たとえ周囲に煙たがれようと、俺は俺にしかできない仕事をしてきたつもりです。俺は自分のしてきたことを否定するつもりもありません。ああ、分かってる。だからこそ俺はお前に、息子が病気になりました。白血病です。俺は今まで金を稼ぐことが父親として家族にできる一番のことだと思ってました。他にするべきことがあるなんて考えもしなかった。でもあいつは俺が笑った。そんなつまんないことであいつは本当に楽しそうに笑うんです。もしかしたら息子のために俺ができることが父親の俺にしかできないことがもっとたくさんあるのかもしれません。書士の話はお断りします。キャップは福島に任せてやってください。お前はどうする？移動させてください。どんな仕事にも構いません。夕方5時には帰れる部署に。そうすれば毎晩あいつが寝るまでそばにいてやれる。パパの大事なもの。マー君、朝だよ。すいません、あと5分だけ。パパの大事なもの。
死んだらどこ行くの？このまま嘘をつき続けるんですか？本当のこと知ったら大きなショックを受ける。すぐに会いに行った方がいい。何があっても元気になって。消えたりなんかしない。男同士の約束だよ。悲しい時は。この番組は